ノースイースタン大学はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市に本部を置くアメリカ合衆国の私立大学である。1916年に設置された。大学の略称はニュー。本部はボストンのフェンウェイケンモア地区でボストン美術館やシンホニーホールのすぐ近くに置く。学部生は16000人、大学院生は8000人ほど。 コープ教育プログラムは1909年に設置されて全国最古に並ぶ。2012から2013年ではコープ教育プログラムの参加者は7968人。ノーシースターンは65学科の学士課程を提供している。大学院レベルでは125以上のプログラムがあります。ダイナミックで起業家的な教育との評判を受けており。 多くの在学生、卒業生が起業している。2009年に設立された IDEA は、ノースイースターンユニバーシティの学生主導のベンチャー、アクセラレータであり、ノースイースターンの学生、教職員、同窓生などの起業家に、コアコンセプトから立ち上げるビジネスの開発に必要なサポートと教育経験を提供している2014年に、カレッジプローラーは、ノースイースターンのクラス、 教授及び全体的な学術環境の質について、A との評価を授与した。コープ教育プログラムでは、半年間から1年半のインターンシップを有名企業で体験することができ、その経験を活かし、就職をするものが多い。ノースイースタン大学は、毎年5,500人以上の学生を2000以上の企業でインターンシップを配置させており、 連携したほとんどの企業が Google、MTV、UBS などのフォーチューン500企業である。コープ教育でのインターンシップを経験したノースイースタン大学の学生はボストンキャリアフォーラムで他の大学よりも就活に有利とされており、近年の日本人卒業生は外資系金融機関や商社などで内定を獲得している。アメリカ国内の大学ランキングの指標となる US ニュースのベストカレッジランキングスでの順位の上昇には目を見張るものがあり、アメリカ内で最も早く成長している大学のうちの一つである。2016年にはナショナルユニバーシティランキングで39位を記録しており、ボストンうちではハーバード、MIT、ボストンカレッジに続き、ボストンユニバーシティとともに4位にランクされている。このように、 数多くの大学が集まっているボストンの中でも屈指の名門大学であり、入学難易度は年々上昇している。特に近年の入学者の成績は i b リーグの一行であるブラウン大学と肩を並べるほどであり、ボストンうちではハーバード、MIT の次に入学するのが難しい大学である。2017年に出願者が前年の2016年から1万人も増え、 一気に6万人に到達。2018年にはさらに2000人、出願者が増え6万2000人以上の出願者が出た。2018年の合格率は19%と、合格率は年々下がっており、まだまだ伸びしろのある名門校である。経営学、エンジニアリング、コンピューターサイエンス、犯罪心理学、看護学、薬学などの専攻が有名である。 MIT と共に NASA から宇宙ロボットの開発を依頼され研究しているように近年では研究分野でも数多くの成功を収めている。日本の大学との関わりにおいては明治大学政治経済学部との間でダブルディグリープログラム協定を締結しており約4年2ヶ月で両校の学士を取得できる。ありがとうございます。